もんやな。地球に匂いがするわ。 You need to survive。 この辺野宿しとったら捕まるって。次はお金持ってまたエアーズロックに来ます。肩も痛いし足も痛いわ。もうちょっと休憩してすぐ進む。またでも緑があるだけなんか安心するねん。ピンバからここに来るまでの間の荒れた土地をヒッチハイクしてる時はめっちゃ不安やったな。もしこのまま誰も車止まってくれへんかったら遭難して死ぬんじゃないかっていうぐらい何にもないな。今も不安は不安やけど、まあ止まっててもしゃあないからちょっと休憩して進むわ。車が来たわ。バスかな。ダメですよねやっぱり。ほな行きますか。Really? Yeah. Thank you very much. Oh, where are you going? So I'm staying tonight at the campsite. It's like 10 minutes up the road. Oh, yeah. So it might be a little bit better. You can try and hitchhike. Ah, yes. That, you know? Yes. Oh, great water. Hey, overnight camping award. Hey. ここでキャンプしてウルルまでドライブして行ったら宿泊費かからへんでっていうめっちゃいいアイデアやん。あ、ほんまや、ここでキャンプしてるわ。みんなドライブして30分ぐらいかな。ウルル行って片手段行ったり日の出見たりサンセット見たりしてで戻ってきてここで4泊でも5泊でもできるよっていう。へー、一番ええやんこれ。おすすめやね。おお、あ、here、OK。 おお、テント借りた。明日マットたちは日の出を見に行くからめっちゃ朝早いから好きな時間に起きて片付けてさっきのところに置いといてくれたらいいよって。いやー、マジ最高。じゃあテント作ります。できました。いや十分すぎるやん。これで雨もしのげるし虫もしのげるし快眠できるわ。よし。大嵐やんけ。やばい、すげえやばい。これが、はあ、テントを守らんと。やばいやばいやばい、びしょびしょや。うわ、ウルルの近くに落雷があって一本電波塔か。うお、電波塔が倒れてずっと圏外やねんか。落雷怖いね。マジこんな大嵐でテントとかなかったらもう俺死んでたね。これこれほんまギリギリのところで免れてるわ。収まってきた。今7時40分か。なんとか嵐も過ぎ去って無事朝を迎えた。空めっちゃ綺麗やん今日。ということで行きたいと思います。さあそれじゃあ準備整ったしスチュワートハイウェイまでヒッチハイクして今日中にポートオーガスタ目標で進みます。食料があとビスケットだけになったわ。進めんかったらそろそろやばいぞ。まあ行けへんかったらその時考えるかな。じゃあ行くで。ハロー、
Thank you very much! よっしゃー、はぁ、生きて帰れそうや。 Where is your highway? あー、そう。 Go straight? Maybe 200 kilometers? Yeah, we go to King's Canyon. で、エアーズロックに来るまでの間に King's Canyon っていうのが、これ無料で入れるところらしいんやけど、すっげー綺麗やって、来る時に乗してくれたお姉さんが言ってたんやけど、そこも行きたいし、次はお金持って車手配して、またいつかエアーズロックに来ます。あ、キングスキャニオン、オーケー、キングスキャニオン、オーケー、イエス。さあ、マウントコーナールックアウトまで乗せてもらってる。で、来る時にこれ見たから、俺はここで待ってる。スーベニア人の夫婦に乗せてもらって、キングスキャニオンに行くって言ってたから、俺もキングスキャニオン行く。売店とかあんのかな、わからんけど、行って食料買えへんかったら、それはそれでなんとかして生き延びるわ。よっしゃー、キングスキャニオン待ってろよ。 OK、 Thank you very much。キングスキャニオンレセプション、これ。とりあえず食料を買います。高っ、倍ぐらいしてるわ。マジかよっていうぐらい高かったわ。 5.7 ドルこのサンドイッチパン。じゃあ所持金見とこうか。今現在の所持金21ドル80セント。今日キングスキャニオン見て、明日ポートオガスタの方に向けて出発して、パースまでこの資金があったらなんとか食いつないでいけそうです。到着した、キングスキャニオン。じゃあ行きたいと思います。はあ、すげえこれ、ミルフィーユや。すげえな、グランドキャニオンおるみたい。オーストラリアや。キングスキャニオンです、これが。来る時に言ってたお姉さんがおすすめしてたけど、これは確かにすごいわ。チョコチップマフィンや。腹減ったわ。これすごっ。やば、マジ切れない。息を飲むほど綺麗ってこういうことやな。スリーシスターズの時も感動したし、フェルブアポストルズも感動したし、ウールもすごかったけど、もうすごいわ。これここ辺がボロボロボロいったらもう一瞬で即死やな。一瞬で即死やな。またこれすげえ。めっちゃすげえな。バサーンって切れてるな。こっちの岩、チーズケーキの断面みたいな。腹減った。あー、地球を感じる。今日帰らんとキングスキャニオン来てよかったわ。やっと半分かな。あ、向こうに回ってくわけね、これね。いや、これは綺麗、これは綺麗。風強っ。おー、
断面はマジ綺麗やな。こっち側から見ると綺麗。さあ帰ってきたカーパーク。マジ来てよかったわ。スーベニアの親切な夫婦とここでお別れです。バイバーイ。よーし、キングスキャニオンで野宿します。さあ今キングスキャニオンの駐車場で野宿してんねんけど、また大雨やわ。よかった、ほんま今日も屋根があって。これほんまさ、高速道路の真ん中とかで野宿することになったらもう死亡やからな。覚悟せなあかんわ。いきます。時間は6時30分。朝飯パン2切れだけ食うて、こっから脱出します。絶対生きて戻ります。ポートオーガスター、ほんまに来る。え、すげえ。靴下が殺人鬼になってたよ。 Happy birthday to you. カウエル到着。ビヨンド皆さん。